ハグモン、ごめん、起こしちゃった。ううん、大体タクマは考え事し考え事っていうか、ようやく自分たちのいた世界に戻れるかもしれないって聞いたから。ちょっと興奮してるのかも。そっか、みんなも確かにそうだったかも。ミノルなんてようやく漫画が読めるってワクワクしっぱなしだったしな。まあ、あの後みんなすぐ寝ちゃったけど。今日はみんないっぱい頑張ったからな。そうだね。でも僕はタクマが一番頑張ったと思うぞ。本当？本当だよ。だってタクマはすごいんだ。僕の自慢のパートナーだよ。アグモンも僕の自慢のパートナーだよ。僕今すっごく嬉しいぞ。ありがとうタクマ。どういたしまして。はい、そこの二人何やってんだ。あ、カイトとドラクモンだ。いや、あれ、なんか美味しそうな匂いがする。ん、本当だ。まあちょっと腹減って目が覚めちまったもんでさ。つまみ食いしてきたのか。バレたら葵さんに怒られるよ。そこは内緒にしといてくれよ。葵は怒ると結構怖いからな。確かにね。ところでミュウの様子はどう。校舎について早々に寝ちゃったみたいだけど。ああ、怪我してるわけじゃねえし何の問題もない。ただ遊園地が楽しい、このままずっとみんなといたいなんて散々ごねてたけど、なんだかんだ言って一人で気を張ってたところがあったんだと思う。そうだよね。無事に探し出せて本当に良かったよ。なんかいろいろと悪かったな。え？今日はお前の力を借りてばっかだったなと思ってよ。ああ、カイトが珍しく素直なこと言ってるぜ。本当だ。そこ黙っとけっつうの。いやでもマジな話、ミュウを探し出せたのはタクマがいてくれたおかげだからな。ありがとな。何言ってるんだよ、お互い様だよ。それに明日からはガンガンカイトに頼るつもりだから。そういうことなら任せとけ。もちろん俺にも頼ってくれて構わねえぜ。僕も僕も。もちろんドラクモンとアグモンも頼りにしてるからね。そんじゃそろそろ寝るとするか。明日もハードな一日になりそうだからな。そうだね。明日のためにも今はゆっくり休もう。違うんです父さん。修二、私もよくよく嫌われたものだな。違います、そんな父さんのこと嫌ってなんかいません。ではなぜ香山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそは必ず父さんの期待に応えます。修二、お前の分まで僕が頑張るから、お前は無理をしなくていいんだ。
兄さんは黙ってろよ。兄さんに僕の気持ちが分かるはずがない。兄さんには僕みたいなできない人間の気持ちなんて分からないんだ。最初からやりたくなかったんだ、僕にできるわけないのに。なんで誰も言ってくれなかったんだ。できないならできないって教えてくれよ。分かってれば僕だってこんなことしなくて済んだのに。修二よ、なぜ諦める。お前はそれでも私の子か。違います、父さん。何が違うというのか。分かってます、僕は父さんの期待を裏切りません。本当です、信じてください。僕だってできます、兄さんと同じくらい。だって僕は父さんの息子ですから。だからできます、できるんです。そんな目で見ないでください。怒らないでください。お願いします、何でもしますから。頑張ります。だから僕を見捨てないでください。父さんを満足させます。父さんのために頑張ります。嫌だ嫌だ、見捨てないで、見捨てないでください。夢？そうか、夢か。なんだ、よかった。お前はどうして変わらないんだ。そんなんじゃ同じじゃないか。父さんに怒られた時の見捨てられるしかない僕と。葵さんはどうだった？私も見つけられなくて、ダメね、私。そんなことないわ、葵はちゃんとやってるもの。ありがとう。僕たちも見つけられなかったし、気にしなくていいよ。そうだよ、気にしない気にしない。あ、もう二人は来てたんだな。うん、特に何も見つけられなかったけど、そっちはどうだった？俺の方もダメだった。校舎って意外と役立つものがないんだな。どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。あ、おはよう、みんな。おはよう。おはようございます。大丈夫ですか？顔色悪いですけど。寝てる間上事みたいなこと言ってましたよ。悪夢でも見てたんすか？いや大丈夫だ。悪夢なんて見るわけないじゃないか。いや、でもその顔色は。うちは一人でも平気だって言ってるでしょ。何が起こるかわからないところなんだぞ。お前を一人にできるか。いいからついてこないで。おい、ミユ。
あの二人は変わんねえな。安心できそうだよ、俺。いや、和んでる場合じゃないだろう。喧嘩してるなら止めないと。何をしてるんだ、まったく。え、ちょっと、修二さん。そこの二人、いつまでもそんな調子だとみんなが困るんだぞ。うるせえな、兄弟のことに首を突っ込むな。二人とも落ち着いて。ミュウもお兄さんのことを邪険にしないでさ。うちは悪くないもん。修二さん、二人はこれで仲がいいんですし、あまりきつく言わなくていいと思います。そうは言うけど、とにかくあんまり揉めないように。あれ、みんな揃ってるんだね。私が最後。なんか雰囲気悪い。大丈夫だよ、せっかくみんなが揃ったし、成果を確認した方がいいかな。そうしよう。タクマ、僕が仕切るよ。お願いします。なんだか大変だね、人間って。みんな葵みたいにいい子ならいいんだけどね。今はまだ仕方ない、信じて見守るだけだ。そういうものかしらね。つまり目立った成果はないということだね。僕たちには明確に敵がいるのに、これはまずい。あいつらの狙いは俺たちを生贄にすることか。意味わかんない。そもそも管理者って一体何なんだ。その人が元凶ということなの。要するにあれだろ、悪の親玉なわけだよな。そいつに会えばいろいろわかるんじゃねえの。それって敵のアジトに乗り込むってこと。そんなの絶対危ないじゃん。そうよね、私もちょっと怖いわ。何言ってんだ、行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない、敵のことも襲われる理由もこの世界のことさえも。そんな状態じゃ身を守ることもできやしねえ。とっとと相手の本拠地に乗り込んで、知ってることを洗いざらい吐かせるべきだ。まあ言ってることはわかるけど。いいじゃんいいじゃん、ラスボスに殴り込みだ。お前は留守番だ、ミュウ。はあ、なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに、ミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない、危険ではないか。あー、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うかな。うん、タクマは僕が守るぞ。ま、それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ、余裕だっつの。あー、確かにフローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろう。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだろう。とにかく反対だ、わざわざ危険に飛び込むことはない、他の方法を探すべきだ。いいや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。お前の意見言ってみてくれよ。
ミノリやカイトの言う通り、敵の本拠地に行くべきだ。うんうん、やっぱそうだよな。でも、それって戦うことになるよね。私は戦わないで済むならそうしたいけど。もちろん、襲われる危険はあるだろうけど、それはここにいても同じだし、それに敵の親玉を倒すのが目的じゃないよ。話を聞いて、危なそうなら逃げればいいし。うむ、そういうことならしんがりは任せてくれ。逃げ道を作るくらい造作もない。なるほどね。まあそういうことならあんまり危なくはなさそうかな。君たちはそうやって僕の意見を無視して。僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。修二、大丈夫？とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。僕はもう一度校舎内を探しに行く。みんなも何か対策しておくように。待ってよ。何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ。自信を持って。ありがとう。ねえタクマ、僕たちはどうする？物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。わかった。Thank you.
俺が行こう。
よし、俺が行こう。行こう。
みんなの意見は聞いたけど、他に安全な方法なんて思いつかないし、このままじゃ状況は変わらない。やっぱり行くしかないか。なんだ？修二さんの声。たくま、食堂の方から聞こえるよ。なんだろう。行ってみよう。わからないことばかり。僕はどうすればいいんだ。修二さん、落ち着いてください。落ち着いてなんかいられるか。僕らの知っていることは結局全部憶測なんだ。ジジモンさんの話だって、聞いた話だとか言い伝えだとか曖昧な話ばかりじゃないか。だったら何だってんだよ。なんだろう。僕は間違ったことは言ってない。あのな、俺たちは戻るって決めただろうが。いちいち疑ってたらキリがねえだろ。それとも何か、信じないでいて闇雲に行動してどうすんだ。お前はこの世界に骨をうずめるつもりか。僕はそんなこと。だったらうだうだ言ってんじゃねえ。もう弱気なことは言うな。わかったか。まあまあ、二人とも落ち着いて。僕たちが喧嘩してる場合じゃないよ。そうよ、今の私たちはジジモンさんが言ってたことを信じるしかないわ。何の指針もなく行動するなんてできないんだしね。だから二人とも今は信じて頑張りましょう。俺は信じてるぜ。こいつがどうだか知らねえけどな。僕だって騒動を起こしたいわけじゃない。この世界に私たち以外の子供たちがいたのは間違いないでしょ。その子供たちがどうなったか調べていけば、きっと私たちが帰る方法だってわかるはずよ。そうだな、今はそれが僕たちの指針だ。そう言ってもよ、結局あいつらを締め上げるしかねえだろ。教えてくれって言って教えてくれる奴らには思えないぜ。今間違いなく言えるのは、神か何かに生贄を捧げれば異変が収まるってことだよね。過去に何度かあったみたいだし。僕はよくわからないけど、人間の子供たちを犠牲にするのは良くないよ。そうなの、ジジモンもそういう意見みたい。私もそう思っているわ。そう、僕たちはそんなことは許さない。タクマを犠牲にするなんて絶対やだ。犠牲を出さずに帰ろう。犠牲はいらないんだ。ま、それに越したことはねえな。修二、お前もそれでいいだろう。サキとフローラモンはどう思う？そりゃ犠牲なんて反対だけど、気になることはあるよね。気になること？犠牲を出さずに解決する方法なんてあるのか、それを知ってるのは誰か。そうなると結局敵のアジトに行くわけでしょ。そしたらカイトの言う通り戦うしかないと思うし、理屈はわかるんだけどね。戦うのはやっぱり怖いよ。さっき、君たちはいいよな。そうやって信じ合えているように振る舞えて。ただね、そうじゃない人間の気持ちも考えてくれ。僕たちはこいつらが何者なのか、それさえも知らないんだ。正体がわからないような相手を信じて行動なんてできるもんか。だったらどうするんだよ。俺たちはこいつらを信じるしかないんだぜ。こんな正体不明の存在をか。そんなの馬鹿げてる。僕は嫌だ。
ひどい言い方。僕たちが何なのかそれはわからないけど、それを教えてくれるのがタクマなんだ。悪魔。僕はタクマを信じてるよ。タクマと一緒にいればいろんなことがわかるって。わかんねえことばっかりだけどさ、俺たちを信じてくれるこいつらがいるんだ。じゃああとは俺たちがこいつらを信じる番だろ。それにさ、俺たちを狙ってる奴らは実はそんなに多くないかもしれないぜ。ジジモンみたいに中立だったり、俺たちを襲った奴らだってみんながみんなあいつらの仲間じゃない。多分信じられる奴らの方が多いんだよ。そんな曖昧な言葉で信じるなんて僕にはできない。それに少ないとしても僕たちを狙ってる敵がいるんだ。何もわからないままあいつらと戦うなんて冗談じゃない。僕は反対だ。僕たちはアグモンたちを信じて行動するしかない。今できるのはそれだけなんだから。その通りだと思うわ。でも本当に他の方法はないのかしら。今回は危険な道を進むとしても常に安全を意識することは大事だと思うの。っていうかさ、私たち知らないことばっかりじゃん。伝承とか霧とか何もしないでいたらわからないままじゃん。だから今は何かしないと。僕の意見を無視しているな。だって修司さんの意見は何もしないってこ。くそ、なんで君たちは。くそ。どうするのが正解か分からなくて、アグモンはどうす。僕はタクマを信じてる。タクマなら一番いい答え。そうか。とにかくよ、ジジモン以外に何か知ってるのはもうあいつらしかいねえんだ。あいつらとだって話はできるんだ。ならあいつらの基地に乗り込んでみないか。僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。ジジモンたちだってもう何も知らねえだろうよ。ってことはもうあいつらに話を。みんなはどう思ってるんだ。俺の意見に賛成のやつは手を挙げてくれ。みんな正気なのか。危険すぎる。敵の罠だってあるかもしれないんだ。けどさ、修司さん、多数決の結果は歴然としてるぜ。それはそうだけど、けど僕はみんなのために。僕たちも行くの？そりゃそうだろう。なんだよ、行きたくないのか。まあ危ないのは目に見えてるけど、でもここに置いてくわけにいかないだろ。ここにいて知らない間に犠牲になったとか最悪じゃん。そうだ、危険なんだから置いていくべきだ。二人は子供なんだから。
人も連れて行こう。みんなでいた方が安全だ。だよな。よし、そうと決まればさっさと準備しようぜ。どうして、どうしてみんな、どうしてみんな、僕は間違ってないのに。修二、うるさい。僕のことはほっ、あのよ、お二人どうかした？あいつらから目を離さない方がいいかもしれね。修二とロップモンか。ああ、何かあるかもしれね。そんな予感がするんだ。わかった、できるだけ目を離さない。ああ、頼むぜ。ここか。ああ、ここだ、ここ。サキたちを探しにダムに行った時、ここに来たんだよ。うむ、確か門のようなものがあったな。目立つ模様の鍵がついていた。そうそう、それな。遊園地でジジモンからもらった鍵が似た模様だったと思うんだ。じゃあやっぱりジジモンが言ってたのはここのことだったのかな。ま、行けばわかるって。こら、そこ無駄話をするな。はあ、何が無駄話なんすか。注意が散漫になるだろう。警戒を怠るんじゃない。だからって言い方ってのが。すいません、気をつけます。何謝ってんだよ、タクマ。喧嘩してる場合じゃないだろ。こっちが引けば済むんだし。チェ、なんか納得いかねえ。同感だな。まったく失礼なやつだ。おっとっと、大丈夫か、アクモン。平気。でも、なんだろう、ここ。変な感じがするな。歩きにくいっていうか。とにかくみんな気をつけて進むんだ。何があるかわからない。そこ危ないよ。そんなことわかってる。いちいちうるさいな。ごめんなさい。相変わらずっていうか、なんていうか。あいつはロップモンに優しくなれないのか。何かきっかけがあればいいんだろうけど。しかし修二のやつもよ、リーダーとしてやる気を出してくれたのはいいんだけどな。くそ、歩きにくい。みんな疲れたら早めに言うように。それに何かあったらすぐに言うんだ。何が起こるかわからないんだから。今からそんな警戒してどうすんだよ。あの霧もあるけど、ここには敵がいるわけじゃないぜ。何が起こるかわからないんだ。警戒しないでどうする。山や森の中は歩くだけで体力を奪われるよ。今からそんなんじゃすぐにバテちゃう。そうかもしれないけど。修二さん、もう疲れてるみたいだし、気を張ってたら目的地まで持たないよ。疲れてはいるけど、今から戻るわけにもいかないだろう。ミユに当たるんじゃねえ。てめえが疲れてるだけだろうが。まあまあ、カイト、落ち着いて。いいえ、ここはお兄ちゃんが正しいわ。ミユを怒鳴らないでよ。待て待て、シャコモン。お前まで噛みついたらややこしくなるからよ。今からそんなんじゃ、この先が思いやられるぜ。なんか、今日の修二さん、嫌な感じじゃない。ちょっと、サキちゃん、声が大きいわよ。修二さんに聞こえちゃう。むしろ聞こえた方が良くない。修二さんに気づいてもらわなきゃ。誰かさんのせいで空気悪くなってますよって。私もそうは思うけど。
もうそろそろ目的地だ。ここから先は未知の場所になる。みんな、僕の言うことを聞くように。おい、返事はどうした？へい。うるさいな。おい、今うるさいって言ったのか。年上に対してなんて口を聞いてるんだ。いちいち突っかかんなよ、鬱陶しい。なんだと。僕は間違ったことなど言ってない。大体君はずっと協調性を乱す言動ばかりしているな。力を合わせなきゃいけない時にそんなことでは。あのな、一番協調性を乱してんのはお前なんだよ。この空気でわかんねえのか。だって。あ、喧嘩か。いいぞいいぞ。ちょっと煽るんじゃないわよ。あらら、これちょっとやばいんじゃな。ねえ、まずいよタクマ、二人を止めないと。ああ、そうだね。けど、シュウジさん、落ち着いて。もう少しだけみんなの話を聞いてあげてください。誰も僕の話を聞かないのに、どうして僕が君らの話を聞かなくちゃいけないんだ。シュウジさん、そんなのって。はぁ、最話になんねえな。とっとと行こうぜ。こんな調子じゃ日が暮れちまう。おい待て、勝手な行動を。くそ、どう。あ、ま、これこれ、この水門にこの錠前、前に見たよ。本当、特徴的な模様が綺麗。こらミュウ、よくわかんねえもん勝手に触んな。何さ。きっとジジモンの言ってた島への道っていうの。それじゃあれを使おう。敵の基地に近づいたわけだな。何が起こるか分かんないんだよね。気を引っ…そうね。一周寺さん…か…あ、カイト、少しいいか。なんだよ。あの様子の周寺をこの先まで連れて行くのは危険じゃないか。ここにはあの霧もないし、ここで待つか、引き返してもらった方がいいかもしれないぞ。どうだろうな。タクマはどう思う？いいかもしれないね。ミユキとハルの二人も、この先に連れて行くのは心配だし。何かあったら、ロップモンもいるから、切り抜けられるはずだ。それなら、そう言ってやるか。案外喜ぶかもな。疲れてるようだし。私は反対だわ。なんでだよ。
部分だけに押し付けるようなものじゃない。そんなの危険でしょ。あの霧もあるのよ。私もその意見に賛成だわ。こういうのはどうかしら。私たちも残るの。そうすれば何かあっても問題なく対処できるでしょ。葵さんとラブラモンも残るの。あのな、敵のど真ん中に行くんだぜ。必要以上に戦力を分散なんて冗談じゃない。俺もその意見に賛成だぜ。一人かけるくらいならなんとかなる。二人もかけたら俺たちが不利になっちまう。ならみんなで行けばいいじゃない。だがあの状態のやつを連れて歩くのは危険だろう。でもだからって置いていくのは。どうする、ミユちゃん。わかんないよ。このままじゃ先に進めないよ。タクマ、どうすればいいのかな。確かにこんな状態じゃダメだ。でもどうすれば。いっそ修士を切り捨てれば、それによって一致団結できそうな気もするが。それができないからこうやって迷ってるんでしょ。そうだが、このままではいい結果にはならんぞ。それでもみんなで決めた方がいいんでしょ。一人にしたら修士は余計に追い込まれそうよ。それにロップモンのことも。ロップモンは一人だから苦しんでいるんだよ。ちゃんと人間と気持ちがつながれば。修士さんにはみゆきとハルと一緒にここに残っていてもらおうか。それじゃあロップモンが。分かってる。だけどみんなの安全とロップモンの負担。僕はそれでもいいよ。ふざけるな。修士さん。僕が足手まといって言いたいのか。みゆきとハルのようにお荷物。いや、そんなことを言ってるんじゃ。言ってるようなものだ。僕は大丈夫だ。疲れてなんかいない。君たちが行かないなら僕だけで行ってやる。待って、シュ。うるさいんだよ。いちいち呼ぶな、この役立たず。ああ、本当に行っちゃったよ。ロップモン、どうかしたのか。なんで僕だけこんな。僕が何か悪いことしたから。ロップモン、大丈夫。わからない。でもなんだ、ごめん。僕、シュージのところ行っちゃった。とりあえず俺らも行こうぜ。だな。何が起こるかわからないんだ。警戒を怠るな。
修二さんの真似言いそう。ミノルくん、サキさん、やめなさい。はーい。ねえ、タクマ、ロップモンが危ないってこと？うん、とても。僕らは人間の心に影響を受けやすいんだ。シュージがあのままじゃ何か悪いことが起きるか。悪いことか。あの坊や、つけ入る隙がありそうだね。おお、これが地下水道か。思っていたよりちゃんと道なのね。どれくらい広いのかな。どこまで続いてんのか先が見通せねえな。広いのかもしれないけど、これあ、霧が。このタクマ、この霧はあの霧と違うよ。じゃあこれって何かのガス？そっちゃヤバい系？ビビんな、とっくにいくらかは吸っちまってるよ。そうね、でも危ない感じがするのは変わ…前が見づらいわ。みんなとはぐれないように気をつけないと。迷子なんてシャレにならねえしな。何かいるぞ。いらっしゃい、子供たち。そっちから来てくれるなんて、飛んで火にいるなんとやらってやつね。何言ってやがる。お前の方が虫みたいじゃねえか。そうかしら。私にはあなたたちの方がよほど虫に見えるわ。そっちから来てくれたんなら話が早い。ドラクモン、やるぞ。ああ、あら、怖い怖い。いくらちびっこでもこうも多いと危険よね。だからこういうのはどう。みんな離れないで。分断されたら危ない。けどタクマ、霧が濃くなってみんながどこにいるかわからない。とにかく声をかけていくしかない。めまい。あれ、みんなは。誰もアルケニモンまでいなくなってる。とにかく先に進んでみよう。
僕の番だね。
僕の番だね。の番だね。の番だね。なんとか勝てたけど、アグモンの偽物が出てくるなんて本当に嫌な罠だ。タクマ、大丈夫か？いや、大丈夫。みんなを探そう。ねえ、タクマ。ん？何？僕はどんな時でもタクマと一緒だよ。だから安心してね。うん、ありがとう。タクマ、
気配がする。あっちにはまだ霧が残ってる。でも大丈夫だ。なかなかいやらしい攻撃をするじゃないか。私の愛すべき子供たちは他の場所だとすぐ干からびて死んでしまうの。でも勝手知ったるこの水路の中ならいくらでも罠を張れるわ。そしてその結果は間違いなく出ている。じゃあそろそろ借り入れ時か。これだけの人間の子供がいればさぞ。いいえ、人間の味方をしている奴らの力は侮れないのよね。だからこうして心を責めているの。お分かりかしら。質のいい手下が居合わせなかったのが難点だったな。まったく不甲斐ない奴らだ。でもそのおかげで一人面白い。面白い？どういうこと？もうすぐわかるわ。